倉永達次7月13日から1937年8月29日は、大将、昭和初期の軍人。佐賀郡東岡町出身。最終階級は、陸軍少将。1888年、東岡村立野の袋二つの次男として生まれる。ヨガ高等小学校から佐賀中学校、さらに陸軍士官学校、陸軍大学校に進んだ。なお、 陸軍中尉時代に、父の実家である元馬術志南僧、A 翔太郎の後を継いで、倉久志生となっている。陸大卒業後、第59連隊中隊長、第20師団、第11師団参謀、陸軍不評学校教官を経て、1935年不評大佐に承認、翌年不評第6連隊隊長となった。1937年、 第二次上海事変で五章上陸作戦の前線式を取る。基準陣地や統治下構築で火力の優勢な中国軍に対して正面から敵前上陸を挑む無謀な作戦で上陸に成功し共闘法を築くも大損害を出し、本人も8月29日敵団の胸部貫通により戦死した。本事変での高級指揮官として最初の戦死者となっている。 六連隊は、この戦闘で、ほとんど全滅と言っていい損害を出しており、愛知県南千田の中の院に戦没者の写真をもとに、混流した軍人像が立っている。また倉久氏本人の共造も、不評第101連隊の加納春尾大佐等と共に、戦没有志の共造の一つとして、優秀感に堅能されている。死後少々に特進、高三級禁止勲章を受章している。 ありがとうございます。